ケニー・イモアは、日本の競争馬である。1958年に、中山大障害史上初の連覇を達成した。中山大将下大竹作を飛び越するケニー・イモアと、ニューヨーク中山大障害大ルイ飛び越し後の、ケニー・イモア1955年11月12日に3歳新馬で、デビューしたが、バリアー前で落ち着かず。 ケリ、交代のため外枠発想となり12等立ての5着に、敗れた。なお、この競争のみケニーという場名で出走したが、年が明けて4歳となった2戦目からは、ケニーモアに改名している。平地では1957年5月までに23戦をして、条件戦を参照と振るわず、同年6月から、障害競争に転向した。障害競争でも、 初戦からいずれも六刀立てで五着、四着、五着と敗れ、夏の箱立てで、再び平地に出走するが10月から障害に復帰。復帰初戦は三着という結果に終わったが、続く阪神の競争で蹴り、交代のため、第二列より発走しながら二着の論プに三馬進反応、差をつけて障害戦初勝利を挙げた。 自走の障害特別も外枠発想ながら一着となり、京都のオープンにも勝って3連勝となったが、続く阪神のオープンでまたも外枠発想の処分を受け、グランドミス難に首さえ破れて4連勝はならなかった。1958年に入ると一気に力をつけたニューヨークや、障害経験の長い論布に歯が立たず連敗を続けるが、 京都大障害を前にオープンで4ラムの金量差を生かしニューヨークを3、4馬身の差で破り8戦ぶりの勝利を挙げた。そして本番の京都大障害では同年になってニューヨークを破った。もう一頭のロンプが客部不安のため登録せずニューヨークが大本命となった。ケニー・モアはニューヨークと同じ5 5ラムでの出走のため3番人気と なったが、レースでは逃げる、ニューヨークを、ユーシ運と共に追い込み、花佐の2着と検討した。その後ニューヨークと共に、中山大障害を目指して登場。前哨戦となった2050メートルのオープンで、ニューヨークは2着の朝春や3着の銀星を相手に、せず軽々と逃げ切ったが、ケニー・モアは1 5ラム増の調整不足が、影響して4着に敗れた。 中山大障害を前に前年から連戦連勝だった5歳品馬の人参が3月に落馬事故で死亡。2番手と目された銀星も回避し、東京障害特別を買った石狩もその時に負った傷の影響で回避となり、関東馬は低調な顔ぶれとなった。本番は6頭立てとなり、ニューヨークが圧倒的一番人気となった。 しかしレースでは前半まではニューヨークとケニーモアが先行争いをしたものの大土塁を超えてニューヨークが一気に失速。結局交渉面からはケニーモアの独走となり追い込んできた最低人気の朝春に15馬身の大差をつけて優勝した。秋は早めに登場し東京のオープン戦に出走したが 2kg 重いム重い牛運に乾杯して3着。 その後ろ足を痛め、腹板を起こして、調教を休んでいたが、結局秋の大障害には出走することを決定した。本番は、障害入り10戦6勝で今度は、ケニーモアより 2kg、軽い 56kg を背負うユーシユンが一番人気。福島から、障害入りして6戦5勝の4歳馬、ホリホツクが2番人気で、ケニーモアは、 再び3番人気での出走となった。この時点では、安城のメトキシゲオも上位2頭には到底かなわないと思ったという。レースでは、ケニーモアがまず先頭に立ったが、大竹作でユーシンが先頭を奪い堀穂ホツもモ2番手に上がりケニーモアは徐々に交代していった。しかし大池垣の飛び越しでユーシンがつまずき安城の本田正雄が落馬。 代わって先頭に立ったホリホツクをケニーモアが直線手前で抜き去り、ゴールではホリホツクに6馬身の差をつけ、山下部とのレコードを1.4秒更新するレコードで大障害発の連覇を達成した。その後、京都大障害を目指して関西に戻ったが脚部を故障して回避。そのまま11月30日に登録を抹消して繁殖入りした。 自家語では1960年に生まれたケニー・ライトが、ダービー7着、1964年のナルオ記念2着の、成績を残し、また1965年に生まれたフサき年は、ダービー2着のグランパズドリームを生んでいる。ありがとうございます。